はいどうも、ワイワイです。今回はですね、前回ここまでこの基地というかな、まあ基地とはまあやっとって言えないと思いますけど、まあそういったものを作って、でここにこうねドッキングしていって、で、月に基地を作ろうなんていう話をしていましたが、今回はなんとミンマスに行きますね。どうもですね、コメントを見てみるとですね、まあミンマス逃げんこともないと、まあドッキングができるようになったっていうのもありますし、あとドッキング以外にも方法はあるということを書いてあったのもあったんですね。それがまあこのムーンをフライバイしてっていうんですけど、まあその専門用語はあんまよく分かってないんですが、とにかく月の周回軌道みたいなところに一回かぶってからミンマスへ飛んだら、まあ行きやすいと、加速するんかして行きやすいというようなね、そういったコメントもあったんで、ちょっと一回とにかくミンマスに行ってみて、で行けないならやっぱり科学ポイント貯めた方がいいかなと。ほんでね、どうやらここに基地を仮に建てても効率悪いぞワイワイというコメントもあったんですよ。でローバー風にしてみましたけど、動き回るのも結構あれなんですって、無駄なんですって。だから、まあ、作ってみていよいよ分かってきたってことなんですけど、いやはやどうもね、月に基地を作るぞなんつってね、浮き足立ってた自分が恥ずかしいんですけれども、ただまた戻ってまいりました。でまあここら辺も若干貯めたといえば貯めたんですけれども、裏の部分を動画にしたらいいんじゃないっていう話もあるんですけど、ね、全く面白くないですね。裏の部分はね、何をしてるかって言うたらね、まずお金貯めるためにはミッションをしなきゃならないんですよね。ほんで同じことばっかりしてます。これ何人をこう連れていこうみたいなことなんで、例えばこれとかだと、このムンベミルベスカーマンをムンに着陸するなんて書いてますけど、まあ少しまあ難しいかもしれないですが、こういうのをやって帰ってきて、やって帰ってきてだけなんですね。だから特段変わったことを全くしないんですよ。同じ飛行船でずーっとやってるだけなんですよね。ただまあ本編やるには本編やるにでね、まあ5時間ぐらいかかっちゃうもんでも、どうしてもイライラしてるんじゃないのみたいな、そういう質問もあったりしたんですけど、それはもう本当申し訳ないですね。そういうのをこう させてしまったっていうかね、イライラしてないとは言いませんけれどもですね。どうも5時間もずっとやるとね、集中力が切れてくるんですね。で今回はミンマスに行くっていうことですんで、とにかく、もうこれちょっとごめんなさい、ふざけません。はい、もうミンマスに行ってふざけましょうよ。ふざけるのであれば。多分そこが私良くないんだな。だから、スペースマウンテン。これ次まで必ず行けます。あ、これはちょっと違うやつですね。そのスペースマウンテンを主にして、一回とにかく大きく飛ぶ、飛行船っていうのをできるだけ作っていきたい。いやー、でも本当に申し訳ないですね。まあ動画に関してなんですけどね。まあそんなにね、めちゃくちゃイラついてるってわけではないんですが、まあどうしてもね、私の場合は口が悪いっていうのもあって、まああんまり良くないと思うんですよね。まあこれからは本当気をつけたいとも思いますし、あとね、まあここで言うことでもないかもしれないですけどね、一応この実況シリーズですね、ずっと長く見てくださってる方たくさんおられて本当にありがたいなと思う反面、どこかでこう潮時っていうのを作らなきゃいけないなっていうのを考えてまして、でね、こっからはだから違うシリーズとかを始めてね、毎日やっぱこう投稿するとなると準備がどうしてもね大変だと思いますんで、なんでやっぱりそういうところをこう何て言うんでしょう、やった後に投稿するような頻度でね、でなおかつまあ、新しい惑星に行ったとかね、そういうのができるようにしたいなと思っているんですよね。だからもしかしたら本当にもうちょっとで終わっちゃうというか、まあ一回潮時ひとくくりを迎えちゃうっていうことになるかもしれないですね。さあではいよいよやってまいりました。特段変わったものではないですけど、ちゃんと研究機材といいますかね、グーユニットとか温度測るやつとか、そんなのはここに入れてますし、何より戻り組員はやはりジェパダイアカーマンですよね。なんかやっぱ安心するんですね、彼が乗ってるとね。はい、今思えば随分長い旅をしてきましたよね。本当にね、言ってもあとまあ本当数パートで終わると思ってるんですね。終わらそうかなと思ってます。でもやっぱその間にね、考えてみればですよ、このまあミンマスこれじゃないですか。ものすごい数があってね、1,2,3ほんで4,5ですよ。だから1回にね、まあ一惑星1日としてもですよ、まあよっぽどな、まあハイペースじゃないとやっぱなかなかいけないかもしれないですよね。お？出てきたぞ、出てきた、ついにこれがミンマスへの片道切符か。はあ、ちょっと待ってくださいよ。これどこで行けばいいんだろうな。じゃあ
この辺りにしよっかな、いやこんな中途半端な角度ちょっと変えるやつ難しいけどね。でも若干ちゃんと合わせていって、うん、こうすることによって今ミンマスに入ると思うんですよね。あ、すごいマニューバができました。意外と簡単にできたように思います。で、一回この月の遠くにもう行ってしまって、月がこう来ます、ここ一回外側行きます、ビョーンっていう19秒でいけるんや。燃料が若干、あ、あるわ、19秒なら持つわ、これいけるぞ。あれ、一発目でいけちゃうんじゃないか、意外といけるのか。一旦ここでね、教えていただいたクイックセーブですね、ここね、クイックセーブね、しといて、で何回もここでチャレンジできますよっていう状態にしときましょう。よっしゃ、準備しますよ。あ、来た。ちょっと皆さんちっちゃくて見にくいと思うんですけど、ここほら輪になってるでしょ、めっちゃちっちゃい、なんか可愛いな、ミンマス。うわ、どんな星なんやろ、え、どんな星やと思いますか。え、紫でしょ、だって紫って、今58万メートルまで、ミンマスの58万メートルが一番近い距離となってるんですが、一応降り立ちたいまで考えてますんで、で結構ね、降り立つとね、あれらしいですね、聞くところによるとミンマス自身は自体はあのすごい重力が低いんですって。何億光年輝く星にも寿命があると教えてくれたのはあなたでしためっちゃ物知りやんって思わへん。でもその南国光年のとこちゃうん、言うたらそんなに遠くはないでしょうね。でもこれミンマス初めて来るんでね、あ、ミンマス来た、ミンマス来た、ミンマスとのこれ待ち合わせやから、おっしゃ、皆さん来たよ。こっからですよ、こっから逆噴射して、これがどうもミンマスらしいです。皆さん、すごい岩のゴテゴテしたような星だったんですね。もっとなんかこう毒ガスモクモクみたいな感じのところなのかなと思ったんですけどね、岩バッタっていう感じだとはまあつゆ知らず、とにかくでも降り立つってことが可能なのかどうかわからないんですが、これ17秒になってますよね。まあ8秒9秒ぐらいで噴射して、このミンマスの周回軌道に入ってみましょう。これは初めてですね。では行きます。はい、多分ねこのまま放っとくと輪が出てくると思うんで、その輪を待ちますよ。燃料がもしかしたらね途中で切れちゃうかもしれないのが非常に怖いんですが、輪にさえなってくれれば燃料切れてもまあ問題はない。どうでしょうか、来たかな、来たかな、来たね、来たね、少しずつ来たね、少しずつ来た、え、うわ燃料切れた、まずい、うわしかも全然意味わからんとこ外したね、なんで、待って待って待って、なんで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 、ちょ皆さん一個重要なことに気がつきまして、まあこれ実は構造を間違えたんですね。これ一回外しますけど、ここに耐熱シールドっていうのが挟んであるんですよ。これはまあ落ちる時の熱を吸収してもらうってやつで、本来はここにあるべきなんですよね。ここにジェパダイヤを折って、ジェパダイヤが研究した機材があって、でここ耐熱シールドだから帰ってこれる、それをここに挟んじゃったんですね。よってここの燃料、この燃料の残量だけで私はまあミンマスに行かなきゃいけないってことになるんですけど、やっぱそれはちょっと厳しいですよね。行ったとしても着陸はできない、突っ込むことしかね。じゃあどうしよっかって考えたんですよ。帰ろっか、やめよっかと思ったんですよね。もうやめられないんです、飛行のやり直し効かないんです。だってこれクイックセーブしたんだからって、これがこのゲームのクイックセーブシステムなんですね。とにかくクイックセーブをしちゃうと、もうその前には戻れないんです。私の一番最初、はいどうもワイワイですの時点にはもう戻れないんですよ。これね、上書きしちゃうんですよ。だからジェパダイヤは今決死の思いでこの何とかしてこのカービンに残りの残量で変えるか、変えれんのかどうかもわからないです。変えるか、もう当てもなく漂うか、とにかくもうどちらかしかなくなりました。よかった、なんとかみんなカービンには帰れそう。ジパダイヤ、お前だけは帰ってこいよ。ジパダイヤ、お前を失ったら俺はジパダイヤ、ジパダイヤ帰ってきた、ジパダイヤ、ジパダイヤよかった、本当によかった。いや違う違う、そういう動画作るわけじゃないから今日は、今日、まあ、それで一つまとまってしまったんですけど、ちょっとね飛んでてどうもおかしいなと思ったというか、いやこれ怪しいなと思ってたのが着陸なんですよね。で今のあの着陸脚だとどうしても長い図体というか、まあ、胴の部分支えられないんじゃないかと、これムンでもよくあったことなんで、ちょっとこの着陸脚を解禁してみようかなと思いますね。これ
よし、皆さんついに、あれから1時間ですね。でもたった1時間できたね。ミンマスに行けるようになりました。これミンマスですよ。ちょっと角度変わってるでしょ。まあ失敗したんでね、あの何度かトライしてのやっとの成功なんですけども、ね、一応 PE だから一番の近点を 44,000m にしてるんですが、ミンマスの重力が、まあ、どれぐらいからねミンマスがこうなんていうのこう引き寄せるのかがわからないもんで、なんとも言い難いんですが、一回ちょっとここら辺まで行ってみようか。とにかくやっと成功してるし、燃料もねこの中段ロケットでここまで来てるんですよね。あ、これか、あ、これかな、あれ、え、めっちゃ近いはずやねんけどな。あれはまた違うんか、あれカービンか、あ、これか。何これ、なんかホラーっぽいねんけど、ちょっと一回念のために明るくしときましょうか。ジェパダイヤはこうしてまた一肌抜けるわけですね。明るさ補正これやね。よっしゃ、明る、あ、こんな、でも、え、実際はでもこんな色ってことですよね。だってそりゃそうよね、カービンの色とか変わってないもんね。ほー、こんな感じ、え、雪、雪じゃないよね。もうちょっと近づいていってみる。多分これほっといてもね、まあ、ぶつかりはしないんですよ。ここら辺までじゃあ近づいていってみましょうか。どんな感じなんでしょうねこれ。あとね、一応このあの惑星の例えばこっち側とこっち側みたいなところでも、あの別個で研究することによってまた変わってくるんですって。だから、ここでもサイエンスポイント得られる、あこでもサイエンスポイント得られるみたいなことになるみたいなんですよね。あとまあその先も言ったかもしれないですが、月よりも重力が低いっていうことですんで、随分まあ着地はしやすいのかなって、逆には難しいのかもしれないですが、ちょっとここら辺に着地してみようか。ここあし安全そうやもんね。あとそういえば今回のね、あのこの着陸客なんですけど、結構しっかりしてるんですよこれ。おお、おお、電動っぽい感じしてるね。いや、こんなに長いから、で、全然燃料使ってないでしょ。まあ今から着陸なんですけど、まあこれぐらいいるかなと思いましてね。やっぱどうしても前のやつ頼りなかったですよね。ちょ待って。そんなやめる。おお、ちょ待って。いやもうそんなん出すなってお前、鬱陶しこ、もう違うってやっちゃうね。そういう微調整がいるんだよ。もうピコッとか言うて出てきたんやけど、うーわ信じられへん。こんなん俺どうしたらいいの、え、俺これ何とかできんの。まあいいや、とにかく皆さん、我々は今ムンマスに、違うミンマスに到着いたしましたね。ちょっとジェパダイヤに出てもらいましょうか。いやもう俺ハッチ閉じてるとか。出てきた、はい、お邪魔します。じゃあ、あーすごい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 、あ、ゆっくり降りてきたね。こけずに降りてきた。うわ、歩くのでもやっとって感じ。おお、すごいすごい。これちょっとじゃあここで一回旗立てとくかな。旗立てとこうぜ。オッケー、できた。軽井沢的なとこね。いや、いいんじゃない。地表サンプルもちょっと採取しとこう。150サイエンスってすごいよな。地表のサンプルをつまみ食いしてみた。うん、やっぱり美味しいお菓子でできているわけではなさそうだ。当たり前やろ。逆にできてたらお前大金星だね、そりゃ。これでもどうしようかな。俺これもうすることがないというかできないんですけど、これさ起き上がらせられへんかな。なんか前にムンでね、あの倒れちゃったじゃないですか前回。お、ぶつかって起き上がらせられませんかっていうのもあったんですけど、どうやらムンでは無理やったんですよね。ただこんなに重力が、うおーすげー、え、これ普通のジャンプやで、みんなバグじゃないで。うわすげー飛ぶやん。いいぞ、これワン回転して、ワン回転してからの展開、ワン回転展開どう、遅いわ。おあー無理か。まあどうもちょっと難しそうですね、やっぱりね、これを安定させるっていうのはね。だからこれ今からの想定でいくと、これ開きます、上に浮きます、発射します、スーンってどこ行くっていう感じ。これワイワイがイメージしているあの離着陸。よし、じゃあ行きますよ。開いたらいきなり発射しますから。開いた、発射。よし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 、いや6つ、オッケー。まあまあそんなんでいいわ、そんなんでいいわ。よし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 、オッケー。もうあとはもうとにかくなんとかしよう。これちょっとどけて。オッケー、これで今とにかく進んではいるはず。うん、いいんちゃう。うん、いいと思うよ。これちょっと見てみよう。ほら、ずいぶん早く輪ができるでしょ。ちょ待って、いや、広がりすぎ。
さあ皆さん言うてる前にですね、やっぱ帰るまでが、ミンマスですから、こう帰るところまでしっかりね、これでもちゃんと行って帰ってくるのをお見せするのは初めてかもしれないですけれどもですね。はいはい、めちゃめちゃ早すぎましたね。ちょっとこれどうなったんでしょうね。今えらいことになったんじゃないかと思っていますけれども、あーでも帰れそうですね。うん、帰れそう、なんとか帰れそうです。よいしょー、めっちゃええやん。え、めっちゃええやん。普通に帰ってきたんすけど。うわー、これ俺珍しい。どうせ1回ぐらいは失敗するんかな着陸にと思ったんですけど、クイックセーブするのも結構賭けなもんで、どうしようかなって思ってて、いやでも一発で決まったのはでかいですね。これで今全開してないですけど、ほらこれ全開したね。あと 1000m になるともう一個のパラシュートが開いて確実にまあ降りることができる。まあここが10以内に収まれば基本的にはまあ潰れないものの方が多いんで。はい、ジェパダイお帰り。460 おお来たね。460サイエンスポイントですか。ちなみにジェパダイアカーマもしかしたらレベルアップしたんじゃないかな。これでかいよね。これ世界初のマイルストーンって言って、初めて違う星に行ったりとかドッキングしたりとか、ちょっと異様な人がいるとこうやってね、あの表彰してくれるんですよ。それで結構お金もらったんじゃないかな。いやーこれ460もあった、ちょっと迷うなマジで。宝くじ当たった青年みたいな感じですよねこれね。1個ちょっとごめんなさい、これだけは抑えたいっていうのを2つじゃあ抑えましょうか。1個はまずこのロケットに関してなんですけど、この燃料、これがね、この橙色の燃料タンクが一番の燃料タンクなんですって。ここのこの量が一番多いんですって。だからこれはちょっとねゲットしときたいっていうのがまず一つで、もう一つはやっぱ超大型ロケット工学っていうのがあるんですけど、ここのエンジンですよね。今までやっぱりこう月に行ったりとか、まあミンマスにも行きましたけど、どうしてもこう主力のそのなんていうの、こういうエンジンがやっぱ足りなかった気もするんですよ。だから重いものを持ち上げられなかった。この2つはゲットしたいなと思ってたんで、ちょっとまあ他のやつも見てみたい気はするんですけど、まあいいでしょう。あとこれも魅力的なんですよね、先進的グライビングユニット。これ何かっていうと、どうやらこのゲームでは隕石とかを捕まえることができるそうなんです。それをするためにはこのグライビングユニットというのが必要なんですって。だから1個だけやろ、1個だけ260サイエンスポイントってすごい魅力的じゃない。ある意味実はワイワイの周りに、身の回りのそのなんていうの、飛び回ってるやつあるやんか、あこに行方不明の人っていっぱいいるじゃないですか。行方不明っていうか中に取り残されてる人、それを救助するためにこれ使えるなと思ってるんで、まあでも460もあるんで、とにかくこれまずゲットするでしょ、さらにこれゲットするでしょ、これで140なんで、まあすぐ解除できると思うんでね、これに関しましてはね。あといよいよ発射場、これのアップグレードですよね。これをしてしまったことによって、してしまったって言い方変ですけど、やっと重さ制限が解除されるんですよ。だから今制限解除できてないのがこの255パーツってだけなんですよね。255も俺パーツ組み合わせることないから、それ考えたらここ無制限めっちゃでかいね。もんの、いやもうちょ、今ちゃ、ちゃ、今さ、じゃ今回ちょっとどうせ尺めちゃくちゃでしょ、てか思んないや何も。だから今俺が作りうる、ワイワイが作りうる一番巨大なロケット作ってみようか。できた、プレミアム重いクソ飛んで号。懐かしいね、重いクソ飛んで号の名前をもう一度使う日が来たとなら、めっちゃ危ないでしょ、その先っちょが。まあ今回も飛ばすことだけです、ただお金の無駄遣いです。はい、もうそれ以外の用途は何もありません。だから飛行のやり直しをします。でもだから人は乗せてませんよ、もちろんね。でこれね、え、そんな変わってるワイワイって思うでしょ。重さ3倍です、今までの私が今まで置けたものの3倍の重さがあります。キックバックを4つ置いて、まず普通に飛行性の形してる時点でワイワイの中ではもう異様な光景です。で発射場も新しくなってると思うんで、ちょっとこれで1回ね行ってみたいと思います。お金も12万円無駄にするんですけど、もう構いませんでしょ。あ、資金足りないんだって。はい、ということでもう1回見、おお、すごいやんこれ。なんかザクの目みたいになってるやんここ。ねえ、シャワザクみたいな目になってますけど、もう一回ミンマス行ってきて、で、研究ポイントためがてら、まあ、任務があったんでね、ミンマスに旗を立てろっていうミッションがあったんで、それでお金稼いでこようかなと思ってるんですけど、まあ、行ってみよっか。すげえなんか、ほんまに近代的なと言いますかね、スペースシャトルをこう打ち上げるような場所になってきましたね、ついにね。これマックスなんで一応打ち上げ場。まあ、これでね、もうこれ以上にすることないんで。あとそう、ジェパダイアカーマンが皆さん、新しいここで出てるでしょ？星が2つになったんですよ。
これはね、新しいところに行ったりとか、まあ、新しいことをするとこのジェパダイヤの星がどんどん増えていくんですね。で、星が5つになるとここも増えてきて、だから何て言うでしょう、自分で操作しなくても簡単に操作できるようになっていくんですね。さすがジェパダイヤといったところでしょうか。まあ一回行ってきます。まあすごい、こんなんも見れたんや。船内のオーバーレイっていうのが見れました。これすごいね。今まで普通やったらこうやったんですけど、こんな風にしてほら見えるんや。すげえ、ジェパダイヤこんな風にして乗ってんねや。てっきりこうこっち見てるのかなと思ってました私。へえ、じゃあ全く何も見えへん状態でジェパダイヤって基本やってるんだよね。こう前の部分だってパラシュートついてるもんね、何も見えないと思うんですけどね。まあ一応できる限りね、お金が本当にないので、まあマックスの大きさって言われればちょっと疑問とかありますけど、作ってみましょうね。できた、ビルハリケーナカーマン。これはね、皆さん知らなかったと、あんまりちょっと大きい声で言いたくないんですけど、実は世の中のハリケーンってビルが作ってるんですよ。知らなかったでしょ。前々から皆さんがおっしゃってたんですよ。なんかくる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 って回る飛行船って作れますかっていうね、作れるんです。でもそれをやっちゃうと僕が本当にあれに気象庁かなんかにお咎め食らいますんで、だからあんまり作りたくなかったんですけど、今回はもう仕方ない、作っちゃいましょうよね。で、今回最大の目玉というのはやっぱここですよね。この橙色の一番燃料が多いと言われているこのまあエンジン、こうエンジンじゃないな、こう燃料タンクにさらに一番でかいエンジンをくっつけてですよ。これしかも7ハリケーナつけてます。今回は7ハリケーナ搭載。ほんでここわーって上がっていくね、この横のやつ、これも新しく追加されたやつです。今までキックバックとかあったでしょ。キックバックとか一番でかいやつね、これで見たらわかると思うんですけど、長さこそないもののこの分厚さ、これが一番出力がでかい、打ち上げるためのものらしいですね。で、今回はもう全部一気にブワーって発射しちゃいますんで、で、この上の部分、これブワーって上に行って上に行って上に行ってポーンってここ切り外すでしょ。すると、今度ここですよ。ここが稼働しだします。で、くる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 ってこっちの方向に、くるくる半時計回りにくるくるくるって回るんです。その時に、じゃあビルは何をしてるかって話、これがまあハリケーンの命なんですけど、ビルはこっからパッてノコノコっと出てきます。そしてノコ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 と出てきてここにビルは乗るんです。これがビルハリケーナカーマンって言われたその、まあ、ゆえんなんですよね。皆さんも1回ぐらい聞いたことあると思うんですけど、1回これをね打ち上げに参りたいと思います。ユリの花咲くみたいな感じになってるんですけど、それは大丈夫なんですかね。ちょっとこっちの重みについていけてないような、ちょっとこれちょっと直してきますとか言って直すわけないやんな。そんな直すわけないに決まってんじゃん。これさ、ここ乗れへんの。ビルこれ ここにとちょ登場してよ。ビル うわー、これ見せたくなかったな。ビルがこうなるとね、もう本当に地球が危ないって言って言われてるんで、まあでもこれで行ってみますか皆さん。じゃあこの上のとこは起動しないですよ。先にこれだけ起動して上に打ち上げます。では発射まで3秒前。2、1、発射。おおほほ、はやっ。うわすげえ、音のなんか鈍り具合、ここやばい、虹みたいになってる。スピードむっちゃ速い。ビル大丈夫。ビルちょっと待って、いや釣れるよね、やっぱ釣れるよね。分かった分かった、やり直してきます。いやしかしこのゲームは笑かしてくれるゲームですね。まあちょっとねがんじがらめにはしましたけど、やっぱり最初の時点の安定って大事なんで、一旦これ噴射してから、ここ離して、それで着陸ちゃうわ、出発しましょうか。では発射まで3秒前。2、1、発射の切り離す。うん、いいね、すごいまっすぐ飛んでる気がしますよ。まあでもスピードが速くなってくるとかなりブレてくるから、そこが問題といえば問題。ただめっちゃ安定してる。いいね、こっからですよ。大丈夫かな。300キロ、400キロ超えた。あ、いいぞ、安定してる。あ、すごい安定してる。いいね、若干左にこっち側にずれてますけど、まあいいでしょう。とにかく高いところまでふわーっと行ってしまいます。行けるところまで行ってしまいますからね。え、なんか潰れたんやけど。うせやん、俺の一番大事なコックピットの部分潰れたんやけど。マジで言ってんの。うわ、これちょっと待って、めっちゃ良かったのに。行くとこまで、よっしゃ、終わりました。うわ、すごい終わり方したな。で、これを切り離しますと同時にエンジンが稼働するはずです。あ、ご
めん、燃料積んでくるの忘れた。もう早い言うてよ、みんな分かったくせに。なんかほんま俺バカみたいじゃないか。はい、今にもバカみたいなんじゃなくてバカなんだよという声が聞こえてきそうですが、発射しに参りましょう。いきますよ。こういってこう、よし。で、上の部分にこのなんか風に強いやつというか熱に強いやつというか、そういうのをつけております。だから上の部分まで潰れなくて多分済むでしょう。またここに燃料を間挟んでおりますので、このエンジンが稼働するのではないかと思っていますね。あー、今回揺れがひどいな。これ結構ランダムかもしれないね。ちょっと調節して何回かうまいこと言ったやつだけお見せしますね。よし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 、なんとか潰れ前にここ来た、宇宙来た。ここでこれデカプラ外したらこの線が、ここにある線が外れるはず。どこ外れた今、どこ外れた。あ、違う違う、上の部分が外れたやん。オッケー、ビール、あれビール乗ってないやん。もうやり直し。ていうかみんな、もう一個分かったことがあったわ。これって前から空気取り込んで後ろにそのなんていうの、空気を出すっていう、まあ、掃除機みたいなものやから、空気がない宇宙では使えへんわそもそも。だから回るにしてもちょっと別のやつで回らなあかんね。じゃあこうちゃうかな。じゃあもうキックバックね、キックバック。これはすごい、なんかそういう呪文みたいや、もう魔法人みたい、魔法人やこれ。これはまずいんちゃう、みんなほんまに破滅の時来たれりかも、カービンの。何これ、何の現象、何の現象が起こってんの今。もうむやみやたらに動き回るんやけど。わたわた、固定したらいいんでしょ。固定します固定します。はい、ではがんじがらめにしてまいりましたんでですね、まあでもこれだけこうファーってついててもデカプラーで分離した時に絶対パーンと外れてくれると思いますんで大丈夫でしょう。あとしっかりビルを乗せておいてですね、 あとこれね、もう何回も何回もやったって多分うまいこといくことはないんで、一生この1回の、この1回の発射で決めたいと思います。では発射します。発射で、こう、よしよ。安定性は随分安定してるんじゃないかな。もしかしたら今までで一番安定してるかもしれないね。まあ、ここの部分がありますからね、風の抵抗を受けて逆に安定しちゃうのかもしれないですけど、まあ上に上がりきるまでは何もしないんでそのまま放っときましょう。もっ、切れましたね、ついに切れました。これで一回分離しましょうと、上を外しますよ、トン。あ、でもこれ一応外れてるっぽいね、この部分ね。多分同じスピードで上に行ってるから今何もなってないだけで、でここでビルが出てで、ここに来た。これも天を滑る男、ビル・カーマンのこれ、台風。ちなみにこれどこまで行ってんの？あ、高さとしては24万メートル、そんなに高くはないんですね。よし、では行きましょう。皆さんが見たかったのはこれでしょう。エンジンを点火します。点火！あ、行った！え？思ってたのと全然違うんやけど。ちょっとなんか、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、見てみんなこれ、ほらめっちゃ綺麗やん。うわ、これサムネイル決定っしょ。やっぱビル、なんか花火の中にいるみたい、ビルがすごいいいな。はい、楽しかったですね。非常に楽しかったですね。思ったより全然回らないんだ、びっくりでしたね。でもなんでなんでしょうね、その原理がちょっとわからないですけどね。こっから噴射する力とこっから噴射する力、まあこれあまりにもたくさんつけ続けるとダメな、ちょっと浮いてますね、ちょっと浮いてるんだ。だからこれ今多分ビルが一番このなんていうんだろう、水平にいるんちゃう、この世で一番水平にいる男ちゃう。さあ、ということでいかがだったでしょうか。まあもちろんね、あの打ち上げ前に戻ってセーブしましたんでビルはまだいる状態なんですけれども、今回みたいにね、あえてやっぱミンマスに行きたいっつって行けた時とかはやっぱ調子いいんですよね。まあ他のこともできるしね、こんな感じにやっぱりしていかないといけないなっていうね。だから一回とにかく成功に固執してというか、ちゃんと成功させた後にふざけるならふざけるっていうことにしないと、もう前回なんていうのはふざけ倒してましたから、でも最後の最後でね、まあできたのかできたのやんのかみたいな感じになりましたから、次回からもそんな感じでいきたいと思いますが、まあミンマスはちょっと厳しい、ミンマス以降ね、ミンマス以上のその惑星って厳しいかなって思ったりしてるんで、できれば惑星を捕まえるとか、まあ実はねトレーニングの部分にあったりするんですね、惑星を捕まえるやつ。これ見てはないんですけど、この一番下なんですよ、
小惑星再配置ミッションって書いてますけどね、これ捕まえるということで、ドッキングに似たちょっとあのことをしなきゃいけないらしいですね。隕石とドッキングするみたいな。だからこれはまた難しいんじゃないかと思ったりもしてますんで、ちょっと何になるかはわからないですけれども、次回もよろしければご覧いただければと思います。と言いますことで、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お疲れ様です。